くれる、うん、はい、あ、ごめんごめん、はい、ちょっとまた回線の都合でぶつ切りになってしまいました。申し訳ございません。さあここクロス入れてネクスパジ、しかしあーいないいない、佐藤ですね。ぬーぶーぶもう30分を過ぎましたね。あと15分。残り15分0対0っていうと、昨日もですね、ネクスパジさんはこうクルージャーにこの時間までは 0-0 と検討してるんです。それだけの力は本当にあるんですね。ネクスパジタジアのお金です。さあ動け動け動け、あーダメでございます。290人、この試合は、はい、さっきより70名ほど減りましたね、うん、まあそれだけグルジャの人が、だから本当はね、グルジャもね、もうちょっとねお客さん増やしてほしいなって思うんですよ。1000人って言った時に僕とティガーマスクさんがいなかった、1000人いなかったわけで、ぶっちゃけ。ただね、いや今日はこの高時間、あ、パブロ入る、パブロ来るぞ、パブロ来るぞ、さあ、いたよ、パブロ、あ、この人が、さあ、フォースが確認して長いのを下げ見てパブロですか。さあ果たして、だからもうちょっとこれをね、もうこれもう少し早くやってほしいですよね。使ったですよね、この方が。ボルカに交代、まあパブロっていうと昔パブロ・マケータっていう選手がねみたいなんですけどね。ボルカ鹿児島、選手の交代をお知らせいたします。長井正直、背番号17番に代わります。
パブロ背番号10が入りました。あ、今持ちましたね。これがパブロです。ボルカのファンっていうか、そういった人からすると早く1点決めろという感じなんでしょうけども、第1試合と同じようなことになってしまわないかと。さあ、ネクスファジボール俺はその時仕事で来れなかったんですけど、立て続けにポン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 となっちゃったんでしょう。違いました。あの、初日、うん、あ、そうですね、雨お、竹内が入るぞ。ダイムに変えてですか。ゴーダイムに変えて。しかしこれはどうなんでしょう。選手の交代をお知らせいたします。竹内翼、背番号43に変わり、A 翼、背番号32が入りました。さあ、竹内が入ったさ。飯田寮取られた。おー、パブロ、うん、すごい。今一人いた。おダトな競り合いだったな、うん、ですけど、でもボルカ今井上渡る、最初井上渡る入りましたよね。もう一枚交代がありますよね、ボルカ。さあ、その1枚、あ、ネクスパジ1人出た。さあ、ここなんとか持ち抜く。あ、これはダメ。これもまたネクスパジのボールになります。
あーボールか。いつでもゴールを。下げたら、ここのボールにタブロだ。ラインの上渡る。登りおさんですかね、勝ちに行くんだぞって激飛ばしてました。天徳激。さあ立ち上がった赤尾明。ある意味彼もまた鹿児島の、ね、6体 OB ということで、そう6体の英雄とでも申しましょうか。さあクロス、クロスクリア。ノーゴーではないかっていうことらしいが、抗議で、抗議でちょっとイエローが抜いた分にイエローがあるってことで、タイム
どうしたの？今ね、脱衣で、脱衣、服脱いだせいでね、あれ。え、それダメなの？だってあの昔、サンフェッチェの森山義郎がそういうことやってイエローもらったよ。懐かしい話だけど。それとあの、ゴダイムが、選手じゃないのにこう、勝手にピッチに入っちゃったから。こう退場したのに。まだまだまだ。さあ、しかしこれも、今これは13番。山田優也ですね。アシアタイム4分。ボルカ鹿児島としては追いつかなければいけない時間ですが、さあボルカ鹿児島、果たして追いつき同点逆転はの奇跡は起きるのかですが、山田がここ一つ下がってます。あー、フリーキック。キック狙いに行きますか。さあ、これクリア。これはコーナーキック。わけがわかんないよって言って、もちろん声は加藤恵美里でね。さあコーナーキック、キッカーは井上。あら、全員上がってる。ああ、もう全員上がったか。さあ、しかしこれをクリア。そして3人、山田、これもクリア。まだまだまだ井上待ったね。2点目か、もしかしたら。あ、ここは体が入っている。やがっていたか。これは怖い。さあ、こちらロングボール。あと、ここでなんとショルダーチャージ、あ、チャージ入った。落ち着いて落ち着いて、松原。それに大場ですか、これ。松原が抑えたんで、これは大場がちょっと楽しろぼです。さあ、松原周平がマスクさん、ここでさあ遅延行為はないですね。アディショナルタイムの半分はもう過ぎています。もう時間がありません。あ、ここで試合終了。ネクスファジの勝利。ということは、ということはこれで優勝は、ということはグルージャ盛岡、優勝はグルージャ、グルージャ優勝、ネクスファジ準優勝。鹿児島勢は3、4、準優勝じゃ EFL、なんつうことだ。いや、いい試合でした。立ち上がれないボルカの選手たち、さあ、と、さあ、これは本当に大変な地域決勝になってしまいました。そうですね。本当。番狂わせが地域2回あります。はい。まあ、はい。形は大変なの。はい。
今日とんでもない、まあ、サッカーの怖さというものを知ってしまいましたが、ネクスパチ準優勝、そして優勝はグルージャ盛岡勝ち点6。ああ、優勝の瞬間をうわお伝え、まあ他力ではありますが、優勝の瞬間を見てしまいました。